おはようございます。ティレット申します。ドラゴンクエストモンスターバトルロードビクトリー実況プレイ始めていきたいと思います。僕はですね、ストレスに弱いです。はい。どれだけストレスに弱いかって言いますとね、まあ、配属が決まってそのウェブ研修が終わったわけですよ。で、配属前研修ということでね、まあ行かなくてはいけない研修にね。ただですね、その時間が結構ブラックだったり、もうなんか怪しくなってきたり、今まではウェブ研修でどっちかというと楽だったわけですよ。生活的にはね、ウェブ研修だったんで。それが、まあ、いざ配属になるっていうのも不安もあって、今私はね、正直ね、体調います。今、すこぶる体調が悪いです。というわけで、今回はバトルマスターでね、ハヤブサの爪を使います。何回か使ったことがあるような、ないような、みたいな。今回はどっちかといえば、主人公より、その、お供の方に趣を置いてますね。はい、お供はですね、キラーマシン3とダークランサー。こちら何なのかって言いますと、特に、まあ、合体技とかはないです。ただ言うなれば、モンバトが初出です。まあ、いろいろ、例えば、スーパーキラーマシンも実際そうなんですけど、モンバトから生まれて、その後ね、本家に逆輸入されたっていう、まあ、歴史を持つモンスターがね、何体かいるんですよ。ダークランサーとキラーマシン3っていうのは、もう、まさにそれですね。はい。というわけでね、今回はね、モンバト軍団、モンバトが初出モンスターとね、主人公でやっていきたいと思います。主人公がね、とにかくね、ハヤブサの爪で頑張ってもらうと思います。ハヤブサ切りとか甘かけるしなかったのは僕のね、まぁ、ちょっとね、心遣いです。そうしないと甘かける動画になっちゃうんでね。甘かける甘かけるの強いところなんで、みんな。竜の剣気なんせたら甘かけなんでね。今回、お供が頑張ってほしいんでね。ダークランサーとキラーマシン3。ギラ強いな、ダークランサーやっぱ強いな。さあ、ハヤブサの爪。二回攻撃流れちょっと弱めと言われている。四連撃一二あーよ行くぜ、はい、四連撃わー強うわ強というわけで来ました。モンバト発動ダークラサー疾走カミナブレズキイエーイ強い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 頑張ってるぞ。カミナが使っててもう強いからね。さあ、今回は残念ながらね、武闘家と組んでるわけでもないのでね、まあ、こういうことになっちゃいましたけど、まあね、まあ、主人公はともかくよ、ダークランサーしかちゃんと攻撃やっててないのはいかがなものかと思います。まあ、タホトラキが避けるモンスターなんでしゃあないんですけどそんなピロ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 避けないの2回攻撃の中やね、ハヤブサの爪ちょっとね弱め、まあ初めて出たの2回攻撃はこれじゃないかな。その後、まあハヤブサの剣とか甘かけるとかね、甘かけるよっしゃー開始初めての2回武器ということでね、調整が丁寧だったと言うべきでしょう。はい、4面撃 !1、2、イェーイ !255! 強いんだよね、普通に。99が使う分には全然弱さを感じないんだよな。もうここイェーイちょっと待て待て待て、張り切ってんな、お前。お前が張り切ってどうすんの。なんか向こうにもダークランサーいるんだけど向こうにもダークランサーいるんだけどどう見てもライダーズカーニバルしようとして、カーニバルしようとしてない君たち絶対カーニバルするよね。まあでもね、雷っていう打点が本当に優秀なんでね、死神貴族とかね、ダークランサーにね、痛い目を合わせてあげましょうよ。さあ、4連撃はね、バトルマスターが賢い使用上ね、ちゃんとね、死神貴族でしょ。せーのって、はい、返しだよね。何がいいかって、ハヤブサの爪とかって、まあ、これ、まあそうだな、ハヤブサの剣でも、おー何がいいかって、4連撃がスパッと、なんかね、個人的になんかハヤブサ切りももちろんかっこいいんだけど、まあ、で、ハヤブサの爪4連撃なんか個人的に好きなんだよね。で、何より素早いんかな、まあ、ハヤブサの剣もそこそこ素早いんで、まあ差別化にはあんまならないんですけど、まあ会心がね、出やすくなります。素早さが高ければね。ね。ハヤブサの爪強いよ、なんだかんだでね。いくぜ、083ベーターいけ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 ナイスもうやるじゃん。やるじゃん。ちょっと今日会心率高いね。今日ちょっと平均的な会心率高くない？みんな。まあ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 。バトマス買って。いいですよ。まあ、キラーマシン、ダークランサーもキラーマシン3も打撃耐性がついてるんでね。ああー、避けたやるやんダークランサーは確かに避けるモンスターだな。うん、ガンガン避けてってほしいね。みんな打撃には強いのもあってね。まあ、結構打ち合いには強いチームなんじゃないかな。まあ、せいぜい言うなら、このチームってなんか属性攻撃がやばいかな。単純な属性攻撃に弱めのパーティー。雷とか炎とかな。雷のプレス来たら終わりそう。いけ天魔曲いきますこれが悲しい技。なんか、ハヤブサの剣でいうさ、旋風
扇風券じゃねえ、扇風券ってなんだ。あ、竜王の背景できました。ほうほうほう、竜王でやるのかい。今日はそういう筋書きです。今日はそういうシナリオですね。はい、本当に竜王だなこれ。竜王コースまっしぐら、いざ行かん。いや勝てるでしょ。まあ竜王もね、結構調整が丁寧なんですよ。こうしてみると、まあ、多くの実況者がね、あのアーケードモードから始めて、仮に竜王と出会ったとしてもね、勝てる可能性があるじゃないですか。はい、まあどっちかでも打撃に弱い方だし、まあだ、まあ、この先のね、竜系体においても、まあ、打撃とか投じやすい、弱点取りやすいみたいな相手なんですよね、言ってしまえば。その関係上、その関係上ね、始めたばかりの人でも倒せるっていうね、良い調整がされてるモンスターとも言えます。はい。ちなみにですね、私はそんなことを言ってますけどね、あのシャープ2でボッコボコされてますからね。こうやって言ってるけどさ、多くの実況者が勝てる実況者もいるんだよね、初見でこれ。うん。俺負けてるからね。俺負けてるよ、ちなみに、そこ。一旦で始末しようと思うんで、ちなみに。竜王ごときね。もう竜王ごとき楽勝ですよっていうことですよ。パパッとやっちゃいましょう、パパッとね。うい。とどめ一撃で終わりです。そしてまず大体見るのがこの必殺技。V カッター、 V カッターの V は勝利の V、 ビクトリー。さすがにだってバトマスキル19でキラーマシンスでダークランサーでしょ。仮に向こうのオーブが今溜まってるじゃないですか。オーブが溜まった状態から始めると勝てるって絶対そう思いますもん。というわけでね、意気揚々と出てきたなよ。竜王がバトルマスター99に挑むってのか。HP も5200しかないんでね、魔王の中ではかなり少ない方になりますね、5200って。エルギが5300ですからね、言っちゃえば。まあダメージ取りやすい、飛剣ドラゴン切りも効くとなればね、かなりやりやすい相手。マリコの弾の速度もそこまで速くはないんでね。さあ行ってこい !4 連撃で行くぞ。はい、ハイブセントの、もうこう !198! なるほどね、まあこんなもんか。まあでも400打点なら大丈夫か。開始に出ればね、400以上いきますね。はい、4連撃、1、2、あれ弱点取ります。シソカメラ好き。いくぜ急発進、カミナルゾキ、イエーやる。何してくんの、おたけびか貯めるでしょ、まずは。まずはおたけびか貯めるから挨拶。おー、いいねー。しかもね、聞いてないとなればかなり、かなりいい感じ。まあちょっと怖いのが、煉獄の火炎だね。煉獄の火炎ってダークランサーがもう炎弱点なんで、ボッコボコにされるわけですよね。言っちゃえば。いや、まあ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 。その煉獄の火炎が来る3ターン目あたりに仕掛けようかと思うんですけど。まあ竜自体はね、実はこれ、通常形態の話でめったにしないんで、まあこの際言っちゃいますけど、1ターン目と5ターン目あるじゃないですか。1ターン目と5ターン目攻撃しないんですよ、こいつ。びっくりしますよ、本当に。1ターン目と5ターン目攻撃しないんですよ、竜王って。だからかなり、その、倒しやすい調整がされてんだろうね。まあ、言っちゃえば5ターン目に高校いて歯をいきなりしてくるっていう、まあ、そういうタイプのボスでもあるんだけど、それでもね、攻撃しないターンが2ターンもあるってすごいな。あー、やな予感がするな、これ。これはダークランサー飛んでくか？ガードしてる。あ、キラマシンスで飛んでったの。さすがに呪文には強えな、お前。さすがに呪文には強かったね、ダクラン君。いけ！いや、でもさすがに次、つばぜりしないとダメだね。オッケー、つばぜりしよう。あれ？これ負けたらもう終わりかもしんないですよ、ちなみに。いや、まさか、まさかですよ。勝てますよ。まあ今日はちょっと体調が不良なんですけど、体調あんま良くないんですけどね。まあ、バシッとマックス取ろうと思いまーす。はい！はい！普通に連打しようね、ちゃんと。はい、オッケー！オッケー！気持ちよく勝てそうだぞ、これ。マックス本当に取ると思わなかったら。あ、いいじゃないんだよな。ほらもうゲームですよ。4ターン目は、凍てつカードを使いません。ということは何をすればいいかというと、まあ、次のターンに光の玉使って、もう勝ちです。5ターン目までね、伸ばす意義もないでしょう。わおはい、終わりです。光の玉使います。もうこれで、ゲームです。竜王なぁ。
直守る中では特別弱いとかじゃないんだよ。ただ優しく調整されすぎてる感があるな君は。頑張れ竜王。4連撃せのエチニーヤー。いやちょっと待ってくれ、かわいそうだ、かわいそうになってきた。ハブセンスロー、もう完成のエチニー、頑張れ竜王、頑張れ。このチームがめちゃくちゃ今日好調なんだよね。てかそもそもこいつが結構今回有能すぎるんだよ、うちのチームが。竜王は悪くないよ、うちのチームはちょっとね優秀すぎただけ。モンバと発令モンスターたちが張り切りすぎたんだよ。しそう神なウェズオケイエーイ。ボッコボコにされた理由も泣けよ。リュウなんか泣いてるように見えるぞ、大丈夫か、目が泣いてるぞ。リュウなのにせっかく永遠の巨竜なのにその威厳失われたり、ああ無情。そしてね、ロトの紋章が生地手に入るがゆえにね、同時攻撃の憂き目に遭うね、竜王の気持ちやいかに。ちょっと竜王、ちょっと竜王かわいそうになってきたな。ちょっとこの一パートだけで竜王がめちゃくちゃかわいそうになってきた。初狩りじゃん、女。竜王。神は言っている。ここで死ぬ定めではないと。まあ、およそ何パートぶりでしょうかね。私が今何をしたのかを説明いたしますとですね、あんまりも竜王がかわいそうだったんで、ちょっと延長戦です。このね、バトルロードではなんと、大魔王を自分で操作できるんですよね。久しぶりだわ。何パートぶりだ本当に。というわけでね、竜王、いざその威厳を取り戻しに、旅立とうか。さあ、竜王がね、自分のチームとなってね、活躍する動画になりました、いきなり。さあ、行け、竜王。竜王はね、大魔王カードいろいろあるじゃん。大魔王カードの嫌なとこっていうのは、いらん、凍てつく波動とか貯めるがね、あることなんですけど、竜王はその中で、一番凍てつく波動とかのサービス行動が少ない。で、言ってしまえば、一番攻撃的って言います。大丈夫かな、あれ、ちょっと待って。さりげなく始めてるからさ、ちょっと待って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 、ちょっとやばいんだけど、ちょっとやばいんだけど。いきなりもう危ないんだけど、え、大丈夫か君たち。え、竜王大丈夫だよね、まさかまさか神田たに負ける。合体モンスター初戦はパッと突破してもらった見事に避けるというね、もう竜王やる気満々ですよ。ベギラゴン行ってこい、灼熱呪文ベギラゴン延長 1,2,3 わー強。一番ね、攻撃的な魔王になります竜王は。実際竜王の白目って貯めるとか凍てつかどうとかおたけびとかなんか変な攻撃多いなって思うじゃないですか。大丈夫です、 A 技と B 技にそれが意外と散りばめられてるんで、無駄行動が最も少ないです。一番攻撃的、ただし耐久はないです。ただし耐久はないです。もうライジングでボコボコだったですね。まさか連携プレイで止まるとかなったらね、もうね、もう動画史上最悪のね展開が起こるんでね、やめていただきたい。 OK、 ベキラゴンが通るよ、行くぜ。はい、クレイ、たかが盗賊ごときに竜の王が負けると思ってんの。まあ、煉獄の火炎は知らないね。いけ、煉獄の火炎。まあまあまあ、当ててんなら大丈夫。次は凍てつくカード入りますね。あ、おたけびか。確か、おたけびと凍てつくカードタクだ。ね、ドリアムとかガーディスだと必ず凍てつくカード入るタイプが2ターンとかあったりするからね。まあ、ただ使いづらいんだよね、大魔王カードって。まあでもそうじゃないと強すぎるもんね。さあ、行きましょう。食いちぎるアギトで行くぜー。あ、よいしょ、あれ耐えてんのお前。なかなか骨があるんじゃねえか。あれ、なかなかちょ、あれ、ちょっと待って、負け見えんな。なんかちょっとだけ負け見えたんだけど、大丈夫かな。いや、まさか。いや、まさか、ま、そんな。竜王ですから。大丈夫です。みんなちょっと待って。今、アーム立ち込めてるじゃないですか。まさかね、竜王がね、やってくれますよ。だ、仮にも大魔王カードのね、仮にも大魔王カードですよ。まさか、たかが盗賊ごときに負けませんよ。竜王にもプライドってもうありけ。大丈夫かな、あれ連携プレイのダメージいくつだっけ。でも待って、ライジングの痛恨で死ぬまで見えるんだけど、大丈夫かな。 ん、あれあれ、竜王、ちょっと待って、竜王、ちょっと待って、竜王、待って待って、ただが相手盗賊、カンタだ、カンタだ、あ、待って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 、あー、勝利、あかんわこいつ。